玉森裕太、ドラマ、ボス恋、撮影現場で女性スタッフの心を、わしづかみ。充電、夜遅くまで仕事をして、疲弊した上白石萌音音に歩み寄り、そっと抱きしめる。2月9日に放送されたドラマ、オー、マイ、ボス、恋は別冊で、TBS 系で、キスマイフット2の玉森裕太が取った行動に世の女性がときめいた。ボス恋はファッション誌の編集部で働く上白石さん演じる主人公が仕事と恋に奮闘するラブコメディー。玉森さんは天然でマイペースながら上白石さんを思う恋の系男子を演じています。スポーツ記者。玉森は多くの女性をときめかせる役を演じるために地道な努力をしていた。毎週女性の気持ちを考えて上白石さんの頭をポンと撫でたり、ハグをするシーンでは、女性スタッフに、女の人はどういう風にされたらキュンとしますか?と聞いていましたよ。制作会社関係者。撮影現場では、女性スタッフたちの心をわしづかみにしている。若手からも、ベテランのスタッフからも、奥ちゃんと呼ばれて親しまれていますね。差し入れでは、ティラミスやチョコレートなど、女性が喜びそうな品を持ってきて、みんなは喜ばせていますよ、どう?制作会社関係者。なぜ、玉森の役柄が世の女性を魅了しているのだろうか。イケメン評論家の沖直美氏は、新型コロナウイルスの影響で、自宅で過ごす時間が増えたことが背景にあると指摘する。昨年からおうち時間に、寂しさを紛らわせたいとペットを飼う人が増加しました。そうした状況で、恋の系男子に癒されたい女性が多かったのだと思います。その点、玉森さんは、思わずくちゃくちゃしたくなるゆるふわ系パーマと、色白で可愛らしい笑顔といった外見的魅力と母性本能を刺激する役柄がうまくハマっています。辛い時に褒めてくれる、頭をポンと撫でる、おでこにキスするなど、女の子がしてほしいベスト5を順番にやってくれるような男。